いわゆる核のゴミの最終処分場の選定に向けた文献調査について、長崎県津島市が調査を受け入れない方針を固めたことが分かりました。すでに調査が進む道内の町と村の反応です。長崎県津島市は核のゴミの最終処分場選定に向けた第一段階となる文献調査の受け入れについて、市長が調査を受け入れない方針を固めたことがわかり、今日表明する予定です。

他の自治体のことなのでコメントするべき立場にないと答えています。